こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今日は温宿のの京都七条の宿泊レポ動画になります。こちら2021年1月にオープンしたばかりのまだ新しいホテルで、京都駅から徒歩7分と便利な立地、そして道民院系列ということでサービスも充実しています。中に入ったら早速靴を預けます。床が畳なので靴を脱いでくつろげるのがいいですね。ラウンジスペースにはおしぼりや冷たいお茶、コーヒーがありました。アメニティバーから必要なアメニティを選びます。だいたい定番のものは揃っていました。それではお部屋に向かいます。今回は5階のお部屋です。エレベーターを降りると、こちらも和風で旅館のような雰囲気。長い廊下を通って自分のお部屋に向かいます。今回は角部屋でした。はい、お部屋の方に入りました。実はね、私ドーミー何度も泊まってるんですけど、ののは初めてなんですよ。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。はい、入るとまずね、結構長い廊下になってるので、進んでメインのお部屋から見ていきましょう。はい、本日のお部屋こんな感じでございまーす。はい、広いですね。すごい和な感じで、枕元にはね、コンセントも USB もさせちゃいます。すごい、合計6個させる。そして目覚まし時計もあります。下にはティッシュと懐中電灯。このクッションの柄とかね、あと木目のベッドだったり、すごい和風な感じですね。壁紙も素敵。はい、そして反対側には大きなデスクとテーブルとソファーもあります。デスクがね、広いのでね、お仕事される方とかにもいいかと思います。あ、幼児屋の鏡がある、かわいい。そしてメモ帳と内線電話。テーブルのところにはコンセント2つと USB1 つ。では引き出しの中チェックしていきます。お、これはセーフティーボックスでした。で、この下にはお風呂かごですね。で、小さいタオルと大きいタオルと、ビニールがね、入っております。はい、そしてね、ソファーからちょうど見やすい位置に大きなテレビもあります。で、テレビの下に冷蔵庫がございます。中が透ける、ちょっとおしゃれなタイプのやつで、これはね、道民プレミアムでは恒例ですが、ウェルカムフルーツが入っていて、下には、ミネラルウォーター4本も入っております。そして氷入れるやつ。その横の棚には湯飲みが4つと、湯沸かしポット。で、この窓のところもすごく素敵なんですよね。品があって、こういうね、柄とか装飾で京都を感じることができるのが嬉しいですね。じゃあちょっと景色の方をチェックしようかと思ったけど、何も見えないタイプですね。上の方にちょろっとなんか横のマンションが見えます。閉めておきましょうね。で、お部屋も畳なのがすごいいいですね。くつろげる。で、空気清浄機もあります。あと、これはタオル干すやつかな。はい、それでは次のお部屋見ていきましょう。今日の道民はね、ちょっと私広いお部屋を借りたんですよ。じゃじゃーん。はい、こちらなら、なんともう一つベッドルームがございます。私道民っていつも一人で泊まることが多いんですけど、今回は家族で来ております。なのでね、ちょっと広めのお部屋を借りております。こちらのクッションも可愛い。こちらも枕元で充電できますし、同じように目覚ましがあったり、まあ下のセットも一緒かな。で、こちらにもね、2つ脱衣かごがあるので、おそらくここは4人部屋想定ですね。なんとこちらのお部屋にもテレビがついております。ちょっとしたスイートルームみたい。すごい、思ったより豪華。こちらのお部屋にもちゃんとエアコンございます。さあ、廊下に再び戻りまして、次のこちらの扉を開けてみましょう。はい、まず扉を開けると洗面所ですね。洗面所独立型。大きなミラーに、こちらにもタオルが3つ。ちゃんとののの廊下が入ってます。で、洗面所にはフェイス&ハンドソープ。そして、ハンドタオル。そして、こちらはおそらくドライヤーですね。パナソニックのイオニティが入っておりました。で、こちらにもコンセントが2つ。さあ、そして下の棚も見ていきましょう。こちらはね、うがい用のコップが2つ入っておりました。あとはね、仕切りがある感じ。お、またここにもうがい用コップが2つ、合計4つ。ここは開かない。こちらバスルームとなっております。結構しっかり大きめのバスタブがあって、洗い場もあるタイプです。すごい、ドーミーでバスタブあるの初めて見た。
いつもね、シャワールームしかない部屋しか泊まったことなくて。で、ちゃんとね、座るところもあるから、部屋でお風呂入りたいって方も全然くつろげると思います。で、こちらにシャンプー、コンディショナー、ボディーソープもございます。じゃあ、今回もね、きっと大浴場しか入らないけど、一応水圧チェック行ってみましょうか。はい、こんな感じ。安定の強さでございます。室岡の壁紙もよく見るとすごい和紙のような素材。じゃあ、こちらのお部屋は何でしょうか？はい、お手洗いですね。お手洗いも清潔感あって綺麗ですし、ちゃんとここも和風です。この辺もちゃんと最新です。で、ドア入ってすぐのところに、いつものね、館内着。あ、ののこんな感じなんだ。ちょっと、いつものドーミーと違う。かわいい色合いが。ファブリーズ的なやつも置いてあります。ここのスペースもね、結構広いから、服かけたりとか荷物置いたりとかできそうです。そして全身鏡もございます。今日のコーデはね、今日は青におしっていう、観光特急に乗ったので、それに合わせてちょっとクラシカルなコーデにしてみました。いや、でもいいですね、この和の感じ。なんか、京都って結構基本観光で出ちゃうから、そんなにね、ホテルいいところにしても、あまり部屋にいなくてもったいないっていうのもあって、結構ね、全然ビジホでいい派なんですけど、やっぱりね、こう観光から帰ってきて、部屋に入ってね、殺風景よりはこういう京都らしい方が、気分もね、上がりますよね。じゃあ Wi-Fi だけね、チェックしちゃいましょうか。こんな感じなので、まあめちゃくちゃ早くもないけど、めちゃくちゃ遅くもないって感じです。じゃあ早速フルーツいただきます。いや、京都めちゃくちゃ暑かったからフルーツありがたい。いただきます。あーにしても暑いな。クーラーがねまだ効いてないので。あ、これ京都で買ったんだ。かわいいでしょ。じゃあね、本当はね、このままここにおこもりしてお風呂入ってアイス食べてっていうね、いつものドーミースタイル貫きたいところなんですが、今日はね、まあ、家族旅行ってことで、ちょっとこの後ね、食事に行く予定もあるので行ってきたいと思います。それではお出かけしてきます。ちなみにこんな感じの草履貸し出しもやってるみたいです。夕飯は高瀬川沿いのおたやさんでいただきました。京都らしい風情のあるお店です。案内された席も川のすぐ近くでした。白ワインで乾杯。川のせせらぎを眺めながらワインをいただけるなんて贅沢ですね。お料理も何を食べても美味しくて、季節感や京都を感じられました。味、雰囲気ともに最高のお店です。お店を出るとすっかり真っ暗だったのですが、なんとホタルを見ることができました。この少しチラチラと光っているのがホタルです。夏の始まりを感じてすごく感動しました。ののに戻ってきました。あとはゆっくりくつろぎたいと思います。はい、ホテル戻ってきてサムエに着替えました。ちょっとやっぱいつものドーミノとはまた違う感じで、色合いがね柔らかくて可愛いですね。夕飯はねいっぱい食べたんですけど、やっぱり夜泣きそばは別腹ということで、夜泣きそば行ってきます。この長い廊下を歩くのがタイムスリップしたみたいでワクワクします。夜泣きそば会場はドーミー恒例のレストランハタゴ。席数も多くてレストラン内もやはり和風な雰囲気でした。ではでは安定の夜泣きそばいただきます。実は今回父のリクエストでこの宿にしたんですが、私の YouTube を見て夜泣きそばが食べてみたくなったらしいです。このために夕飯の締めは少なめにしていたので美味しくいただきました。お酒の後の締めにもありがたいサービスですよね。途中で胡椒をかけて味変します。今日は珍しく七味もかけてみました。あっさりラーメンなのでそのまま食べてももちろん美味しいんですが、こうやって少しアクセントを効かせるとさらに美味しいです。今日は汗もいっぱいかいたので塩分がしみる。ラーメンの後の冷たいお茶もすごく美味しい。ごちそうさまでした。お腹も満たされたのでそのままお風呂に。大浴場蓮華の湯、思っていた以上に広くてお風呂の種類も豊富でした。外気浴や瞑想の湯というのもあって、これが特に素敵でした。シャワーはなんとリファ、サウナは男性用は高温サウナで女性用はミストサウナでした。湯上がりどころにはマッサージチェアもありました。さらに電子レンジやコインランドリー、自販機コーナーには温泉らしくコーヒー牛乳もありました。フリードリンクの冷たいお水やドーミー恒例のアイスのサービスももちろんあります。お風呂上がりに冷たいアイス嬉しいですね。はい、晩酌タイム。今日はなんか梅酒な気分なのでこちらです。乾杯。
風呂上がりの一杯最高です。つまみはこちら、梅ザラメの柿の種、母が持ってきたやつですね。ザラメがまぶしてある。うん、甘辛くて美味しい梅合わせになりましたね。皆さんは柿ピーは柿とピーのバランスどのぐらいですか？私は2粒に対して1粒ピーナッツがあると嬉しい派です。はい、じゃあここでね、いただいていた質問またいくつかお返事していきたいと思います。チエルさんが宿泊した中でここが良かったよっていう道民員の視点があれば教えてください。ダントツ1位はとりあえずののになりました。普通の道民とか道民プレミアムだと神田が良かったかな。やっぱり揚げたて天ぷら食べ放題っていうのが個人的にはすごく良かったです。あとは基本的に道民でも結構新しい道民とちょっと古めの道民があるんですけど、新しい方がやっぱ部屋が綺麗かなっていう感じですね。じゃあ次の質問いきます。私はポテチやカップラーメンを食べるとすぐ吹き出物ができるので我慢してます。だからいつも美味しそうに食べているチエルさんが羨ましい。何か秘訣とかあるんでしょうか？でも最近週に1回ね断食を取り入れてるんですけど、ダイエットだけじゃなくてお肌にもねいい気がします。なんかねそれやると結構翌日スルッとする。私はね旅行中食べ過ぎちゃうので、それぐらいしないとねこうプラマイがゼロにならないんですよね。ホテルのベッドの両サイドに布団ががっつり巻き込まれている状態についてどう感じてどう考えられていますか？ あれね、わかります。ちょっと最初はいいんだけど、だんだんね熱がこもって暑いですよね。私は結構足でひっぺがして、普通に家の布団と同じようになんていうの足が出るようにして寝ております。今回もねたくさん質問ありがとうございました。そして質問だけじゃなくて温かいコメントもたくさんありがとうございます。はい、というわけで私は今日ね実はこのベッドじゃなくてもう一個ねあっちの部屋で寝ようかと思うんですけど、ちょっとね家族が使う前にベッドのサイズだけ測らせていただきます。じゃあ行きます。0.8 ロールです。はい、今日も歯ブラシがでかい。はい、じゃあ今日私はねこっちの部屋で寝ます。結構ねエアコンとかも効いてるしテレビもあるしめちゃくちゃ快適ですね。じゃあこちらも行きます。こちらは 1.5 ロールです。広々。じゃあ明日もいっぱい観光するのでもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝風呂行ってきます。朝日を感じながら朝風呂を満喫してきました。朝はアイスの代わりに乳酸菌飲料のサービス、これもドーミー恒例です。はい、じゃあメイクして朝ごはん行ってきます。この鏡かわいいですね。で準備できたので朝ごはん行ってきます。朝食会場もレストランハタゴで、ビュッフェ形式のレストランで洋食も和食もあり種類も豊富でした。京都らしくおばんざいの小鉢もたくさんありました。揚げたて天ぷらも食べ放題、海鮮湯葉丼も作れちゃいます。デザートの種類も豊富でした。こちらが私がチョイスした朝食です。京都らしいものを中心におばんざいの小鉢、天ぷらも大好物なのでたくさんいただきます。そしてなんといっても湯葉海鮮丼、美味しそう。こちらは湯葉蒸し。いつもはビュッフェだとオレンジジュースを選びがちですが、今日はほうじ茶をいただきます。ほっこり、流行る気持ちを抑えてベジファースト湯葉。昨日の夕飯でもいただきましたが、湯葉って高級なのにビュッフェでいただけるなんて最高ですよね。温かい湯葉蒸しも美味しかったです。揚げたて天ぷら、お塩をつけていただきます。美味しすぎて尻尾までペロリ。次は抹茶塩をつけて。天ぷらも種類が多くて朝からたくさん食べられて幸せです。湯葉海鮮丼、いくらもたっぷり乗せました。朝から豪華すぎますね。ドーミー系列はいつも豪華な朝食ですが、ここは特にすごかった気がします。湯葉も大量大量、しばらく湯葉食べなくてもいいっていうくらい堪能しました。完食、ごちそうさまでした。デザートは抹茶プリンとカフェラテ。抹茶プリンもクリーミーで本格的な美味しさでした。食後はカフェラテでリラックス、大満足の朝食でした。ごちそうさまでした。はい、じゃあここはね11時チェックアウトっていうことでぼちぼち出る時間なので、ね、この朝食会場からいただいてきたコーヒー飲みながら今回も宿泊の感想をまとめたいと思います。
もうね、部屋もお風呂も朝食も全てにおいてかなりレベルが高かったです。ノノにね、泊まること自体が私初めてだったんですけど、ドーミーインプレミアムよりさらに少しだけ豪華な感じなのかなっていうイメージで泊まったら、なんか少しどころかもう結構なんか本当にザ旅館みたいな雰囲気で、とっても素敵な滞在になりました。両親もね、すごい満足してくれたので本当にここにしてよかったです。雰囲気もね、素敵ですし、こう観光から戻ってきてホテルに帰ってきてものわな感じでね、すごい、あ、今京都にいるんだなっていうのが実感できて、そういったところもすごい良かったですね。で、今回の価格帯なんですけど、こちらのね、お部屋はトリプルルーム、まあ、トリプルと5つと4人まではね泊まれそうな感じのお部屋で、朝食付きで、今回は13時チェックイン、11時チェックアウトの22時間ステイプランだったんですけど、これで3名で25,500円、これね、ちょっと入湯税がかかったので、さらに26,000円台だったかな。最初ちょっとドーミーにしては高いかなと思ったんですけど、よく考えたら1人1万円ってないし、このね、サービスの良さとこのクオリティだったら、むしろすごくコスパ良かったなと思いました。もっとコンパクトな部屋もあるので、友達同士とか全然ね、1人とかでも来やすい雰囲気なので、ぜひ泊まってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価いただけると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画をたくさん投稿していきますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では